メイです。ユナです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、本日はメイの手料理を食べさせちゃいたいと思います。ありがとうございます。聞いた時からすっごい楽しみにしてました。ね、期待した。ちょっと期待はちょっと緊張しちゃうけどみたいな。そう、メイはちょっと手料理をね作ってきたのを持ってきたので、それを美味しく食べてもらう神企画となっております。はい。自分で言っちゃったりします。まあ、ちょっと待って。重くなる。ヘプニングでも女子力の塊だと思う。私メイちゃん。わかる。わかる。わかる。違うじゃん、違うじゃん、いい女、いい女、すっごい期待してますね。じゃあいい女目指して頑張るんで、頑張ってきたんで。確かに、もう作ってきたんで、美味しく食べてくれると嬉しいなって思います。楽しみです。楽しみです。それではどうぞ。ありがとうございます。ガチで本格的じゃん。え、本当に本格的じゃん。うん、頑張ったのでね。いただきます。今日がもう心を込めて作ってくれた。本当に愛情たっぷり。いただきます。朝作ったの。朝ポテトサラダは朝作った。うん、そう。ぜひ。めっちゃいいね。いただきます。いただきます。私食レポできないから。頼むわ。いただきます。なんかもっとちょうだいね。頑張ったのにね。頑張ったのに普通に、うん、完食しそうで。あ、食べてください。食べていい。あれ、うん、ゆっくり固まってた。美味しくないもの出てくると思ってた。いや、全然そんなこと。なんか全然逆になるぐらいだからね、うん、すごいんだろうな。最近は朝ごはんね、夏休みなんでちょっと一番偉いでしょ。昨日はオムライス。朝に昨日はお昼オムライス。すごい。普通に食べちゃうんだけど、美味しいもんだけど。マジで美味しい。最近のメニューになります。めっちゃいい女なんだけど、どういう女でしょう。はい、二品目は肉じゃがになっています。じゃがいもじゃがいも、やばい。そうですね。美味しい。あ、じゃあ食べにしたらいいです。普通に、あの給食とかでめっちゃ出るんですけど。わかる。じゃあだから麺もちょっと自分で作れるようにと特訓して、人に食べさせられるくらいにはなったんじゃ。美味しい。うん。ちなみに人参なんですけど、ちょっとレイラちゃんしかないのはちょっとあのポテトサラダで人参消えてしまってあの肉じゃがでちょっとしか入れられなくて、そうレイラちゃん当たり。あ、いえいえ当たり。普通に毎朝食べに行こうかな。あ、東京まで通ってわざわざ静岡からこれは昨日の夜ブツブツと似てました。だからさ、え、待って、2万円。どうしたもんな、本当にした。ドッキリですこれ。そういうこと？お皿が2枚重なってましたドッキリ。最近何でもドッキリって思っちゃう。え、わかる。デザートでございます。そうです。え、ガチじゃん、もうなんか好きじゃん。うん、
苦手だったっけ。あれでも、あの、わかんない、めいちゃんが、あ、そうだから、確かに、わかんない、めいもちょっとアレンジっていうか、そうそうそう、変わってるとか。え、ポイントは何かありますか。ポイントは、ちょっとお店のよりはちょっと甘め、あ、甘いの好きだから、めいは甘めに作ってます。はい、じゃあいただきます。いただきます。今だって匂いが違う。もちもちですよね。うん、そう、あの、白玉粉を使って。うん、え、食べれてる。食べれてる。すごっ。食べれるやんじゃん。食べれてるよ。あ、うわ、え、嬉しい。普通におばあちゃんがね、よく、うん、作ってくれて、うん、そのお団子とか和菓子を、うん、それでちょっとおばあちゃんリスペクトみたいなことがあるんですけど、うん、待って、ね、待って待って待って、私さ、ね、ちょっと待って、デザート後のしょっぱいです。やっぱそうだもん、絶対。でも一回だからちょっと。分かんないじゃん、だって。揚げたて目ですから、朝揚げたので。ありがとうございます、いただきます。はい、初めてのみーちゃんの初めてのチキン。いただきます。すごいね、チキンって。ですよね。すごいね。すごい。どう？すごい、うん、何回も食べたことがあるような記憶があります。あれ、なんか私もあります。なんか、うん、作ってあげたっけ。ちなみに1品目も2品目も3品目もなんか食べたことがある記憶があります。特に3品目とか、あれ、うん、作ってあげたことがありました。なんか、うん、買ったことがあると思います。でもね、メインのお店より美味しいって言ってたよね。あれ？待って、どっちか分かんないんだよ、メイラが。どっちなの？え、でも、もうなんて言ったらいいのか。これは美味しかった。美味しかった。コンビニよりも？コンビニのじゃなくて。ね、どっちなの？ね、待って、だってさ、これは絶対さ、もうこれはあれじゃん。さ、ファミチキやん。でもこれもレイラちょっと怪しいね。これだよね、これだよね、これだよね。え、だって手作りだったらちょっと違うんですよ。そうなの？うん、手作りだけど違う、うん、もうなんかこのこれは分かんなかった、レイラ。これはなんとなくじゃがいもがでかい。昨日作ったならもうちょっと味がしみてる。で、あの、もうこれはもう最初のもう確信だったもん、これ。え、でもなんかレイラが言わないから、あ、違うんだ、私がおかしいんだと思って、ごめん、マジでミー、ごめんとか思いながら疑っちゃって、ごめんとか思いながら、レイラがおかしい。いや、でもこれは多分だよね、コンビニより美味しい。コンビニのさ、あの、で、多分日本入りのさ、あの、なんかこう茶色いな、こういうのでやられてる。レイラ、カップのやつ出てくる。なんかめっちゃ液がいただきますみたいなやつ、ずっと食べたいと思ってたやつなんだけど、あの、ソースがなくてさ、なんかボークに、ね、食べたことがあるようなおばあちゃん。おばあちゃんはやっぱ社長ってことかな。で、4品目は特製チキンだね。ちなみに名前は、うん、ファミドチキンみたいな。ちょっと待って。はい。え、やられてる側？どっち？もうなんか右足なの。最近やられてる側。やられてる側。うん。フィジル。ここは動脈も。
ここ、うん、裏切ったらもう今後一緒に帰らない。いいよいいよ、やめろ、やっぱやめろ、重い重い、やっぱやめろ。ということで、ドッキリ大成功、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい美味しい手料理をとても楽しみです。美味しいです、こちらの手料理も。ありがとうございます。あの、ね、頑張ってるののたんさんが買ってきてくださった。そうそうそう、手料理なんかシャカシャカ言ってんじゃん、もうですよね。絶対袋から開けてるじゃんとか思って、それパックとかに詰めて持ってきたんかと思って、そこはうだうだだってさ、荷物さ、そうそう、だからどうしようバレたかもとか思いながら、どこにあるんだろうって思ってた。見てない。おばあちゃんとか全然和菓子作ってくれたことない。まあ、ちょっとまずい。でもなんかすごい美味しそうに食べてた二人を見る。美味しかった。幸せでした。本物の手料理が食べたいなと思います。出せるようなもんはないです。ちなみにお昼にオムライス作ったっていう話は、あれ本当です。あ、本当。ってことは今度オムライスを作ってもらおう。あ、本当にね。ね。どうしよう。はい、ということでですね、美味しい手料理を待っていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。今度はね、あのレイラちゃんから特製のねケーキを作って、みーちゃんにお渡しするという形になっておりますので、頑張って、はい、あと1週間ぐらいで練習して、あのお家まで届けてあげてください。わかりました。超まずいケーキをお届けしようかな。食べます。大丈夫。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。次は仕掛けてやろう、こっちから。あ、こっちから仕掛けてやろう。あ